どうも戦国係長ないです。今日はね、長野県長野市の松代城やってきました。イエーイ。見て、これがね、全体の地図なんだけど、うん、見て、ここにね、もうね、見てよ、もうお城でしょ、ここが。この真田のね、うん、を持つこと、あと、こういろんな武家屋敷もあったりしてね、もう見るとこ満載なんだよ、うん、だからね、ちょっと全部は回りきれないんだけど、うん、とりあえずお城行こう。イエーイ、ね、で、ここがね、なんとね、ここはね、真田のお城なんだよ。真田、真田、雪村、雪村じゃなくて、そのお兄ちゃんの信行が1622年にここにね、この松代藩に移動してきて、うん、でそれから幕末までずっとここ10代にわたって真田家がいた場所なんで、うん、だ真田 その戦国じゃなくて平和な真田みたいな、うん、がずっといたお城なんで、うん、この真田のね、平和な真田をちょっと見に行こう。平和な真田を見に行こうってことで行こう、はい、戦だけじゃないんだよ真田は、はい、行こう。ごめんなさい、真田の城でね、うん、真田のお城でね、うん、まあ、平和な時代あったね、看板があるんだよ、ちょ、うん、ね、知ってる？なんかあってあったでしょ、ちょっと待ってね、一個ずつ見に行こうね。興奮しちゃって子供がどうしようもない。何か書いてあるよ。何か書いてあるね。松代城って書いてあるよ。あれ？ちゃんと見てる？なんかつけてるぞ。いいでしょ？なんか人がいる。なんか青い人がいる。地元のボランティアの方かね。でね、このね、うん、真田雪村の真田家っていうのは、うん、あの徳川とは違う戸様のね、うん、大名だったんだけど、うん、譜代扱いされてたぐらい特別扱いされた、うん、一族なんだよ。そういうのもあの初代 そのお兄ちゃんの信行の奥さんが徳川家康 の養女の、うん、小松姫、聞いたことある？小松姫、そうなんだよ。だからその、まあ、一族、まあ、ある意味一族じゃん、うん、だからちょっと大事にされてたっていうのはこの一族だったわけですよ。そうそう何この音。ちっちゃい、じゃあ行こう。おお、すごい、すごいね。なんじゃこりゃ、広っ。なんかいた？すげえね。あ、本当だ、あっちに。サメ、あっち、あっち、あっち。ほら、顔出してる。ほら、石垣の石登ろうとしてる。カメ、うん、ほら、あそこ。本当だ。カメ、タコ。岩、岩、岩。早速撃たれたね。撃たれたね。開幕早々。先制攻撃ね。ここであーってやられて。これ登るんじゃないぞ。あー待って待って。ダメ。無理だね。ここは登れないよ。でも登ってる間にあっちから攻撃されちゃうんだよ。だーって、あっちのほら、ああいうとこから攻撃されちゃうから登ることすらできないし、うん、登ろうとしても撃たれちゃうよってことなんだよ。
これ、でっけえ岩だね。ほんとだ、超でかい。石一つ持って戻していいですか？下へかと思った。よくね、これバサってあるかけてあるやつ、ね、藁でバサって、うん、この岩でかいね。でかいね。こういう岩をさ、ここに運ぶときにさ、うん、普通にこう縄とかだとさ、うん、なかなか運べないじゃん、うん、だからさ、こうリーダーがさ、こう率先してなんかこう扇でせ、うちはうちはセンスでさ、こうやってそれそれみたいな温度を取ったんだ。そう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 。ゲーハゲ。何？ゲーハゲ。おお、すごいね、大きいね。あったよ。何があったの？広いね。ね。ピンポンピンポンしたら大丈夫。いいね。すごいね。ここ本丸だよ。ここが本丸？そう、ここに。最初の頃はここで政治を行ってた場所なんで。ここに御殿があってね。うんうん、そう、政治のね。すごいね。一周しよう。前名前違ったんだよ。そうなの。そう、築城したのが武田信玄で、うん、このね、この会やってるやつ、うん、で、その人がね、つけたっていうか、その元々海津城の名前だった。なんで名前が変わったの？知らん。理由は知らないけど、変わったんだって。気が変わったんかね。うん、時代が変わってね。海ないしって。あー、なるほどね、確かにそうかも。そうなんで、武田信玄がね、うん、あの海に出たいと、日本海に早く出たいってことで、うん、その拠点になったのがここなんだよ、うんうん、海津城を作った、もともとは。で、そこからそれと対抗して、うん、上杉謙信が攻めてくるの、うん、そうはさせんぞっつって、うんうん、で、そこでそれの攻める拠点となったのがここなんだよ。あっちの方がね、蕎麦がめちゃくちゃ有名なの。蕎麦食べたいね。もう蕎麦のために城に来てるもんだからね。そうだよ、私は。だってそのね、せっかくね、来てね、蕎麦食わないで帰れるか。本当だよ。帰れるだろうか。いや帰れる。いいね。この辺に住んでる人が羨ましいでしょ。羨ましいよ、二の丸に住んでるんで。羨ましいよ。だってもうさ、ほら、もう徒歩0分、徒歩5秒。いいね、コンビニ感覚で行ける。超羨ましいよね。ちょっと松代城行ってくるわ、ね、ちょっとじゃあ外から見よう。外から一緒に行ける、うん、ね、どうかな、行かないで。風景面白いね。こう面白いのがさ、うん、あれなんだよ、ここお城じゃん、うん、で、散歩をこう山に囲まれてるんだよ、うん、でさ、で、近くにはこう武家屋敷があったりとか、うん、城下町の町人が住んでたりとかで、うん、あの、もうね、あれなんだよ、その城を中心とした都市ができてるわけさ、うんうん、で、その兵の分離ってことね、うん、兵の分離っていうのは織田とか豊臣とか徳川になってから、うん、その始まったっていうか、うん、きっちり分け出したって言われてるんだけど、うん、武田の時からもうやり始めてたみたいな。うん、信長とかがその先駆者みたいなわけではなくて、うん、こう徐々にね、こうやってるところを取り入れ出してる人たちもいたみたいな感じになるわけさ。うん、だからね、面白いんだよ。平山優先生のやつ聞いた時も、うん、その武田の城下町の作り方みたいなのもやってて、うん、必ずしも兵の分離は織田が始めたわけではないみたいな言ってて、結構ね、武田信玄の作った城下町もすごい古筆だった町だったんだって、うん、教科書はね、織田信長だもんね。そうそう、言えば織田信長、うん、
ちゃいね。くらいのね。見えた。見えた。こういうの高麗門つうさ。高麗門。うん。ここのさ柱が後ろにこう。うん。ここがメインの柱じゃん。うん。それに対してここにも二つこう補足みたいなのがあったでしょ。うんうん。この屋根をここほら屋根がこうさらにできてる。うんうん。高麗門。ママで。ずっと帰ってこないかなと思って。見てあのサマーさ、なんでさ内側がさ広くてさ、うん、外側からこう狭まってるかわかる？向こうから狙いづらくするため。そうです、正解。レベル1クリアってことで、じゃあレベル2行こう。はい、行きましょう。みんな行きよう、レベル2の石垣に行くぞ。なんかあったよ。すごいね、ここでお水汲んでたんじゃない？ほらもうみんなってみんなあっち行ったりこっち行ったり、パパ登ろうとしてるのかね、あれなんか揺れてゆらゆらしてるで。このささっき最初の方もそうだけど、うん、ほらこの石の積み方をなんていうか知ってるかい？のずら積み。そうなんだよ、のずら積みなんだよ。加工しない石を積み上げたのがこののずら積みになっていて、うん、すごいね、この高さは高いでしょ。高いね。そう、ただその加工してないやつを積む野面積みの欠点があって、うん、それなんだかわかる？下の方を1個抜くと全部崩れる。あ、確かに近いんだけど、あのまあバランスが悪いわけ、うん、まあ、そこまできっちり積められない代わりに、うん、こうね角度がつけられないんだよ。あ、高さは高くできるんだけど、ほらよく見てわかるとおりさ、こうああいうなだらかな角度に しないと高く積めないんだよ。なるほどね。そう、加工してあればあるほどもっとこう急なのもがっつり作れるんだけど、うんうん、このね自然の石だからこそできるこの角度とこの高さですよ。ここの石垣が一番高いね、このお城の中で。あ、そうなんだ。あ、松城城の中でね。松城城、見て見て、これさきっちりじゃないけどさ、うん、この互い違いになってるでしょ、岩が角、これ三義積みって言うんだけど。三義積み。そうそう、この角ほらあっちの方もちょっとわかるでしょ。長い短い、長い短い、長い短いでこう角がさ互い違いになってるでしょ、石。ああ、わかったわかったわかった、ここね。そうそう、角の技法だよ。いいでしょう。他のとこいるかも。ここの柱でもいい。うん。すごい。みんなこっちだよ。パパに教えてもらえる？門があったんだ。門があったんだ。はい、というわけでね、松城城でしたってことで、うん、なんかね、いろいろさ、なんだっけ、土浦城とかさ、うん、あの亀の城とか言われてる城あるけど、うん、ここも亀の城だったね。いっぱいいたね。たくさん亀がいたね。うん、あね、いいよね、この石垣もすごいしね。そうだね。はい、でこう、ちなみにね、近くにはね、真田宝物館っていう、うん、真田のね、こう代々のこの
博物館があったりだとか、うん、あと佐久間昭山の出身地だからその昭山のその博物館というかあったりだとか、うん、あとあの栗林中将の出身地だから、うん、栗林中将のなんかお墓があったりとか、うん、あとは近くには川中島の古戦場あるんで、そっちもぜひ行ってもらえればと思います。はい、というわけでね、じゃあまた次のお城でお会いしましょう。バイバイ。ね、あとここにもいたよね。行ったよね。イエーイ、やあ来たぜ。どうも成田、川中島だよ。ここはねもうね日本でね一番強いね武将同士が戦ったね、すっげえ場所なんだよ。へー、そう、この川を川中島で戦った。これが川中島。多分ねこのねやつは絶対見たことある。みんなが絶対見たことあるもの光景。本当、うん、これだよ。見たことある。ちょっと待って、もっと近づこう。でかいね。ねえ、これ見たことあるぞ。こんなでかいんだね。ねえすごいだろう。これだよ。これがすごい、これが有名なんで、この銅像で有名な場所だよ。すごいでしょ。これどっちがどっち。ははははって言われた。右が上杉謙信で、左が武田信玄。ほう、まあまあまあご参考にね。知らない人もいるかもしれないから。そうだけどさ、燃える燃えちゃう。すごいよねこの戦いでね。あれなんだよ、上杉軍が4000人で、うん、武田軍が違う、上杉軍が3000人で武田軍4000人死んでるんだよ、うん、と言われてるぐらいのものすごい戦いだったの、ここ。ちょっとちょっと、ああそうそう、撮るもんいる。いいね。多分ね、うん、多分手前側にあるあの辺の山で、うん、こういう形の山が、うん、あれで最上山多分左側の方、うん、で、あのアーチのある橋の右の方の四角い建物があるでしょ、うん、あの辺がね、多分松城城のあたりだと思う。あ、違うか、もう一個向こうか、うん、だからあの、この字になってるところの真ん中辺が、やや右が松城城で、茶臼山がここだから、ここまで来て、ここまで来たんで、武田信玄はすごいね。あの右の方から来て、こっち来るか、あとはそのポコンってなってるところの向こうから来るか、どっちか。なるほどね。で、川中島はもっと左のあの辺かな。いいね。あ、ちょうどあの辺がボコボコしてるから、あの辺だ。そうだったよね、確かあの辺のさ、山がさ、崖っぽいところがさ、あの、いや、岩肌があってって。あー、そうだね。だ、あの辺が川中島だ、広告的には。川中島だで、川中島だよ、ここが。すごいんだよ、ものすごいよ。わーったわーった、うわー、わーったすごい、ね、わーったよ。うわー、すごい。さあ、行くで、うわー、行くで、うわー、行くで、なり、うわー。ちょっと浸らせてくれよ。行くかよ。浸らせてくれよ、厳しいな。いいよね。ブーンって言っちゃった、ほらほらほら。わーったわーった、じゃあ行くか、じゃあ、うん、そういうことでね、はい、あれもう、あ、でも閉めたんか、もう。そうだね、閉めたんか。でもよかったね、動物園も楽しかったし、ね、そうだね、ぜひ動物園はね、子供向けにおすすめ。あ、大人でも楽しめたもんね。ね、面白かった。レッサーパンダが超可愛かったらしい。超可愛かった。じゃあまたそういうことでね、はい、はい、じゃあね、バイバイ。